平野紫仕様、脱退からの新たな挑戦、と米への合流とファンへの愛のメッセージ。元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様、26、が、自身のインスタグラムを更新し、芸歴11年で一番の得意ポーズを披露し、多くの反響を呼んでいます。 彼は、神宮寺雄太との、ピース、なツーショット写真を公開し、俺の芸歴11年の培ったポージング。そう、ピースです。と、コメントしました。この投稿には、96万件以上の、いいね、が寄せられ、ファンからは、様々なコメントが寄せられました。ファンは、平野仕様の愛情を感じ、 この紫陽くんの文面に愛を感じる、みんなが幸せでありますように、金プリの絆を感じました。すっごく愛を感じました。優しい気持ちになります。弟たちへの愛感じる、ピースでみんなが繋がってるね、といったコメントを残しました。 平野紫仕様は今年5月にキング・アンドスから脱退し、ジャニーズ事務所も退場しましたが、今月7日に神宮寺優太と共に滝沢秀明氏が設立した、とべ、への合流を発表し、新たなスタートを切りました。また、二人組となったキング・アンドスは8月16日にニューアルバム、ピース、を発売することも発表されています。 ヒラの仕様のポージングに対するファンの熱狂は彼の長い芸能活動と結びついています。彼がこれまでのキャリアで培ってきたスキルや表現力がこの投稿を通じて示されています。彼のピースサインは彼のトレードマークとも言えるポーズであり、彼のファンにとっては彼を象徴するものとなっています。 平野紫仕様の脱退とジャニーズ事務所からの退場は多くのファンに衝撃を与えました。しかし、彼は新たな道を歩み始め、神宮寺雄太と共に飛べという新たなプロジェクトに参加することを発表しました。この決断に対しても多くのファンが彼を応援しており、彼の意欲と情熱に感銘を受けています。また、キング・アンドプスの新アルバム、 ピースの発売も発表され、ファンは新たな音楽活動に期待を寄せています。彼らが再び結集し、新しい曲とパフォーマンスでファンを魅了することが期待されています。平野仕様のインスタグラムの投稿は、彼のファンとの絆を強める重要な要素となっています。彼は常にファンとのコミュニケーションを大切にし、感謝の気持ちを忘れずに伝えています。 彼の投稿に寄せられる多くのコメントは、ファンとの絆が深まっていることを示しています。平野市用の芸歴11年の中で培われたポージングの技術と彼の愛情に満ちたメッセージは、彼のファンにとって特別な存在となっています。彼の活動を通じて、ファンは彼の成長と進化を見ることができ、彼の表現力に魅了されています。最後になりますが、 平野紫仕様の今後の活動に注目が集まっています。彼の新たなスタートは、彼の才能と情熱に満ちた未来を予感させます。ファンは彼の成長を見守り、彼がさらなる成功を収めることを期待しています。彼のピースなポージングと心温まるメッセージは、彼のファンにとって永遠の愛の証となるでしょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。